はい、どうもです。モタです。本日はですね、はい、三笘薫選手とトロサール選手、はい、どちらがすごいのっていうことで、はい、まあ僕的には正直言います、うん、もうどっちもすごいです、うん。どっちも。どっちもめちゃくちゃすごいんだけど、うん、やっぱね、タイプ全然違うな。違うね。三笘とトロサールって、うん、同じ左サイドなんだけど、うん、もうハーフレーンの選手とワイドレーンの選手、うん、サイドにもやっぱ二つあるからね、うんうん。サイドハーフ二つあるから。そう。トロサールってやっぱ、うん、三笘の存在がトロサールの人生のターニングポイント。トロサールが60歳になった時、絶対三笘のことはいい人生になろうが悪い人生になろうが、うん、こいつがいたからってなる存在なのよ、三笘って。じゃあまずね、三笘とトロサールの違い、まあ、ざっと説明します。はい、まず、まあ、三笘来る前のブライトンのスタメンこんな感じなんですよ。はい、今の三笘のところにトロサールがいたんですよ。うんうんうん、で、その時のトロサールは、まあ、俺が見てる限りでは、香川真司に近いなっていう。で、ブライトンは、このままの4-5-1だとトロサールワイドレーンじゃん。うん、で、トロサールって、やっぱ、中間ポジションでハーフレーンの方が生きるタイプだから、はいはいはい、そのサイドバックが押し上げてトロサール中入って、ディフェンスの全員の矢印の中間取れるから、うんうんうん、で誰をすればいいか分かんなくなるじゃん。あで、ね、ここの全員の矢印感じれる能力って俺すごい才能だと思って、うん、確かに、うん、で香川もこういうところで受けるのめっちゃ上手くて、うんうん、この3人のうちあこいつ矢印でかくなったって方にターンして、はい、そのスッて抜けていくのよ。でトロサールも結構そうなのよ。だから距離感近ければ近いほど、うん、狭ければ狭いほどいいのよ。でやっぱその時のトロサールはめっちゃ良かった。だからまあ結果も残してたし、けど確かに三笘が来たことによって、うんうん、トロサールね、ワントップとかトップ下とか真ん中になったの。ああ、いたね。三笘来たことによって、うん、サッカーが一個増えちゃったのよ。今までは、やっぱみんなね、下位クラブだからさ、うん、能力もそこまで高くないから、うん、近い距離感で生きる選手たちが、うん、三笘っていう、個で戦える選手が来たことによって、はいはい、後ろをより距離感近くして、うん、サイドバックがハーフレーンになって、うん、ウィングがワイドレーンになって、うん、で、あのボックスのポゼッションが生まれて、うんうんはいはい、そうなるとやっぱさ、トロサールってやっぱ近い距離感で、うんスーパーな選手だから、うん、単独になるんだよね、うん、真ん中に置いてもセンターレーン一人だし、うん、ワイドに置いてもワイドレーン一人になるから、うん、トロサールってやっぱサイドバック押し上げてハーフレーンで、うん、えげつない距離感でパキパキいくスタイルだからかといって、うん、三笘のすごいところって、うん、ハーフレーンでも、うん、その相手の矢印のど真ん中でピタって止めれるのよ。まあトロサールの方がキレはあるよ、やっぱそのレーンで受けるんだったら、うん、けどだからといって最低限のトロサールを兼ね備えてんのよ三笘は、ねはいはいはい、かといってトロサールは、うん三笘のあの単独突破の能力が兼ね備えてないから、うん、三笘の良さが目立っちゃうようになるからなるほどねそれは面白くないよねそれは面白くないねあけどトロサールのすごいところって、うん、マンチェスターユナイテッド対アーセナル見たんだけど、うん、序列落ちたと見せかけてめっちゃステップアップしてるところも、うん、そもそも運いいし確かにラスト15分ぐらいで出て、うんうん、やっぱジンチェンコってめっちゃ内側取る選手だから、うんうん、あのマルティネーリガン開きで弾劾ってたじゃん、うんうん、で俺前半から見てて、うん、あこれトロサール出たら、うん、ワイドでトロサール孤立して、うん、ジンチェンコ中入り放題だからさ、で、マルティネーリは一瞬のスピードあるから、うん、もうガンガンペナカド取ってセンタリングとか上げてたじゃん。うんうん、多分それトロサールもできるんだけど、うん、俺そのマルティネーリより絶対成功確率低いと思うのよ。まあね。そう。うん、だやっぱさ、中にサポートいて中に矢印振っていくタイプじゃん。うんうん、マルティネーリって中のサポートいなくても矢印関係なしでいけるから。そうね、いけるいける。うわ、これジンチェンコっていけるって思ってたんだけど、うんうんうんまあいざトロサール出るじゃん、うん、そのトロサール出た瞬間、うん、ジンチェンコ外回りになったのよマジだから、うん、うわこいつ頭よと思ってあもうジンチェンコ分かってんだよ特性もうジンチェンコクラスになると、うん、トロサールの体見て分かると思うよ、うん、なるほど、ね、あこいつあれだわもうセンスの人だからって、うん、やっぱハーフレーンにしてあげないと俺も別に本当はハーフレーン取りたいけど、うん、もう残り15分で散々中見せてきたから、うん、俺外回ってやってもいいよぐらいの、うんうんうん、多分わかんないよ。これはジンチェンコに聞かないとわかんないけど、俺の勝手のジンチェンコの想像なんだけど。で、やっぱアシストしたシーンも、得点シーンも、うん、ジンチェンコ外回って、うん、で、トロサールもめっちゃうまいのよ、うん。もうわざと中運んで、ね、ジンチェンコのスペース確保して振って、うん、やっぱあの中にドリブルできることがもうセンスの人じゃん、ね、そもそも、うん。で、ジンチェンコもクロス上げて、うん、まあエンケディアみたいな感じだったけど。うん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 だから、俺もジンチンコと合わないと思ってたけど、もうジンチンコが天才すぎて、天才だね、あ、これいけるって思った。で、さらに、俺のトロサールの不安点、うん、多分、アルテタもそこ見てたと思う。うん、単独で、どんぐらいボール持てるのみたいな、うんうん。で、トロサール結構ワイドラインでボール持
って、うん、結構3人ぐらいに囲まれてたのよ、うん、多分マルティネリとか三笘だったら、うん、ぶち抜けそうじゃん、うん、トロサールこれどう打開すんのって思ったら、うん、普通にめっちゃ頑張ってボール残してたのよ、うん、でそれがねめっちゃ好印象で、うん、俺ツイッターでもトロサールでエゴサしたら、うん、わすげえトロサールみたいな、全然ボール残せてんじゃんみたいな、だから多分アルティタも、うん、もうハーフレーンの近い距離では絶対スーパーっていうのは分かってるから、うん、もうアーセナルのそのねやっぱたまにカウンターとかあるじゃん、うん、そこでどんだけやれんのみたいな、はいはい、で結構トロサールボール運べてるし一、うん、人でも全然やれてたから、うん、でやっぱ一個気になったのが、うん、トロサールの顔アップされるのやっぱ、うんうん、注目されてますから、うんうん、アーセナルで初スタメン、確かに、ね、初出場だから、うんうん、あのもうクマすごすぎて、うん、寝てるトロサール寝てるトロサール飯食ってる飯食ってるちゃんと、いやストレスある、そうだからブライトンでもストレス溜まるじゃん、いろ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 あって、あって、うん、でさらにアーセナルでもやっていけるかなの、ね、不安で闇落ちしたら、うん、マジで黒い衝動起きてたもんあるマイキー見えたもん俺だってマジ、いやマジ飯食ってるってソルジャーも心配するよこれテルマと一緒にちょっと飯食ってるからでも一個ね俺懸念点が、うん、やっぱ前半であれだけマルティネリ外で、うん、もう見てた人ならわかるけど、うん、ジンチェンコ好き放題長取ってたじゃんもうあれサイドバックじゃなさすぎて、ね、逆におもろいんだけどあれってさやっぱフルで見てさ、うん、前半あんだけ好き勝手やってマルティネリに外で暴れさせて、うん、でジンチェンコもたまに外くんのよ、うん、だからトロサールが残り20分で出たとして、うん、70分間のうち60分中なのよ、うんうん、でその中のための外見せんのね、うんうんうん、やっぱずっと中だったらもう相手もね配置に慣れてくるから、うんうん、でたまにジンチェンコ外取ってマルティネリハーフレーンみたいなのあるのよ、うん、でやっぱトロサールって中の人間だから、うん、例えばスタメンでトロサール、うん、ジンチェンコの時に、うん、どの割合でハーフレーン取り合うのかなっていう、やっぱどっちもハーフレーン取りたい人だから、確かにトロサードに合わせてジンチェンコワイドレーンばっかになったらジンチェンコの良さ出ないし、うん、確かにジンチェンコがさ中で好き放題やってトロサード幅取っちゃったら、うん、多分やっぱあそこで単独でガッツリ行くのはなかなかきついから、うん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 、だからそのスタメンの時どうなるかが俺めっちゃ気になる、確かにね、そうだから本当は多分ティアニーとかの方が相性いいのよ、だからエスピニャンとかもトロサード出てる時は外回りだったから、うんうん、で三笘の時も最初三笘になった時も、うん、あのエスピニャン外回りまくってたじゃん、うんうん、最初ね、でも、うん、あこいつあれだなワイドレーンも、うんいけるなってなって、うん、最近の SP には中取ってるから、うんうん、確かに、だからそれこそ長友みたいなやつの方が相性いいんだよな、はい、トロサール絶対、確かに、まあでも個人の能力、例えばサッカーゲームのキャラクターで数値化するときは、うん、俺絶対三笘の方が能力高いと思う、ああ能力だとね、そう香川とかイニエスタとかもさ、うん、あの昔のウェルとかもさ、うん、バルサあんま強くないじゃんイニエスタシャビブスケツってさ、うん、ボディバランス低すぎてさセカンド拾えなすぎてさ絶対レアルの方が強いんだけど、うん、ゲーム化したときは絶対ね、うん、三笘の方が能力高いっていう、そうだね、でもやっぱねあの細かいライン感のところは、うん、やっぱトロサール、そうだね、早いじゃんやっぱ、はい、ステップも細かいし、うん、三笘やっぱさ、はい、もう体ごつすぎて、うん、足も長すぎてスケール感でかすぎて、うん、ああいう狭い道だから、うん、ほんと車で言うと、うん、もうレクサスで言うともう三笘 LX なの、うん、トロサールは RX か NX なのグレード的には LX 上なのよ、うん、値段も、うん、ボディも、うん、隣に並べたら、うん、もう絶対 LX の方がかっこいいんだけど、うん、いざ街で乗るってなったら、うん、やっぱ売れてるのは RX と NX、 なるほどねっていう違いかな、あもうどう考えたら LX の方がいい車、うん、盗まれるのも LX どう考えてもスーパーなんだけど、うん、やっぱ使いやすいのが、うん、トロサールなのかなっていう、なるほどね、けどね、うん、三笘も全然狭い道行けるからね、だからめっちゃ小回り効く LX なのよ三笘はなるほど、バケモンなんだよね、だからちょっと難しいんですよこれ、数値化したら、うん、そう三笘で、うん、能力をね、そう数値化したら、数値化できない能力もう三笘高いんだけど、うん、まあ、そこトロサールやっぱスーパーかなっていう、そうだね、でこれでね三笘がまたアーセナル行ったらもうトロサールは多分もう三笘のことマジで事件に発達するかもしれないのこれね、三笘のせいでみたいな、ね、なる、いやなる、また黒い衝動出るから多分本当に闇落ちするよこれマジで、いや今も出てるもんね、もうすでじゃん、ね、もう千年パズルのアイテムみたいな千年パズルの持ち主みたいになってるもう一人のトロサール出てるペガサスに操られてるもんということで、まあ、はい、ちょっと分かりづらかった人もいるかもしれないですけど、うん、まあ、トロサールと三笘って本当にちょっと同じポジションだけど比べられない選手というか、うんうん、確かに、ね、そうそうそう、で俺も思ったけど、うん、もうサイドハーフ、うん、ある程度能力ある選手だったら、うん、ジンチェンコと組めば絶対輝けるなるほどね、もうジンチェンコが輝かしてくれる、ああ、その辺のじゃあ大学生とかでも、あ、だからその辺のスーパー大学生もプレミアリーグで後ろにジンチェンコいたら輝ける、うん
いや、マジそのレベル。マジ。ジンチンコなんか出てない時あったじゃん。うん、うん。で、富安見てたから富安いいなって思ってたんだけど、うん、やっぱジンチンコ格違う。格違う、あれ。そうなの。うますぎる。バグってるわ、あいつも。で、やっぱ本当にね、うん、まぁ、あ、ちょっと俺、まだ別の聞く動画出そうと思ってるんですけど、うん、あの、三笘と相性の良さそうなサイドバックトップ5か10出そうかなと思ってる。面白いね。その時にね、また、まぁ、あ、ジンチンコ絶対入るんで、もう予言しておきます。あとその時にね、ちょっとまたジンチンコの良さ、はい、俺やっぱジンチンコ好きなんでユニフォーム持ってるぐらい好きなんで、また解説できればいいなと思ってるんで、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。